自分が作ったのは、簡易12回ゲームというものです。とこれは、今流行っているスイカゲームを参考にしました。簡易12回というのはこのように、階級が12個に分かれていて、それぞれ帽子の色で、地位を、分けているものです。今回はこれをスイカゲームに応用させました。これは物理エンジンの、機能を応用して、同じ色が揃うと一つ上の階級の色に変化するようになるほど作成をしました。これ皆さんに見てもらいたいね。そしてこのようにBGM なってるよ。はい、 BGM はこの、簡易12回があった聖徳太子の時代のこう昔の日本の和風の BGM を素晴らしいですね、イメージしました。今まさに NHK で何でしたっけ、忘れたなんかやってるね万葉詩じゃねえ言語、いや、どうぞ。でこのように同じ色の玉を揃えると、ここにスコアが表示されていて、そのスコアがどんどん上がっていく仕組みになっています。あ、この下ですね、25ってやつですね。そうです。で大きいほど点数が高い。そうですね、大きい玉が揃うほど点数、高い点数が入ります。なるほど、素晴らしい。でこれの作成方法なんですけど、はい、これはその物理エンジンに、また JS という、ライブラリをこれを使用しまして、これによってその自然なその玉、2つの玉がぶつかった時にこう弾んだり移動したり、また同じ色のものが揃ったらそれが1つ上のランクのものに形を変化するっていうのは、これを使って実装しました。素晴らしい。ではこれ実は元に、ちょっとなんかとある方のブログにも上げてあってスイカゲームの、作り方があって、このスイカゲームの簡易バージョンの作り方、ね、これをテンプレートにして、このコードを、少しこうまた JS で使う部分などを、自分のゲームなりにこう実装するものを変化させて、あと画面も本来のスイカゲームの画面を2倍の大きさにしてて、これはスイカゲーム、プレイしてるときに、すぐにこうもっと長くプレイしたいよという声が結構なんか周りから上がっていたので、視聴者の声ですね、この大きくすることでこう なるほどなかなか上の方にこう行かないので、ゲームオーバーにならずに、なるほど、長くプレイすることができると。なるほど。ということがポイントですね。なんか苦労したりとか工夫したりとかしたところあります？そうですね、でも苦労したところは、このその2つの玉が、揃った時にですね、なんか変化しないですとか、次の階級に変化しないですとか、あとはこのバウンドの仕方がですね、ちょっとこう途中で弾が消えちゃったりとか、なるほど、何かこう勝手にですね、なんか弾同士が重ねて潜り込んで消えちゃ、片っぽの弾が消えちゃったりとかいうバグがあったんですけど、ちょっと行動を見つめ直して、ちょっといろいろ調節をして、今もひょっとしたらプレイ中にたまになんかおかしいことあるかもしれないですけど、今はなかなかいい感じに。それもまた JS ではなくて自分のコードの問題だった。あ、そうですね、コードの方で、はい。あ、なるほど、それをデバッグして直したってことですね。そうですね、はい、以上な感じですか。はい、はい、ありがとうございました。